はい、改めましてこんばんは、江口信弘と言います。よろしくお願いします。ですね、東京に来てこうやって歌わせていただくのはですね、あの2回目でして、もうだいぶもう3、5年ぐらい前に来させていただいてですね、その時はあの高円寺の方でライブをやったりとかですねさせていただいたんですが、今回は、本間さんにですねこうやってあの声をかけていただきまして、猫屋さんでいいんですよね、はい、猫屋さんに、お邪魔することができました。ありがとうございます。イエイ。こう YouTube とかでこう猫屋って調べるとなんかちょっとすごい人たちが出られてるからですね、なんかこの雰囲気にですね飲まれないように頑張らねばなと思って来てみたらですね、結構アットホームな感じでちょっとホッとしております。嬉しかったです。先ほど、出演10分前までですね中華料理をご馳走になりまして、ありがたいんですけどね、ありがたいんですよ、ありがたいんですけど、あのありがたいんですよ、ありがたいんですけど、そうね、もう大間さんに呼んでいただいてですね、こう断ることなんてしないわけですよ。ありがたいです、ありがたいんですよ。麻婆丼、麻婆丼じゃないですよね、麻婆ラーメンみたいなやつとですねチャーハンもいただきまして、なんかちょっといろいろな小皿もゴシゴシとありまして、はい、結構いい感じです、はい、楽しんでいただけてますでしょうか。イエイ。嬉しいですね、今日初めてとは思えない感じでしょう。あ、いや、そんなことないね、なんか、はい、僕の CD もですねちょっとばかし持ってきてますので、さっき歌ったオーバーとか、ミッドナイトチャンネルとか入った CD があります。3つありましてバラバラ歌いますので、全部聴きたい方は全部買わないといけないという姿勢になっておりますので、はい、そうなんです、あの缶、あそこなんていうんですか、館内駅についてですね、ここに来るのにですねあのだいぶ迷いまして30分ほど遅れてしまいました。申し訳ございませんでした。なかなかあのこういろいろ地図とか見てたら、ここにガストがあるとかですね、ここに郵便局があるってこう見ながら来たもののですね、ものすごく南の方に下ってしまいまして、もうこれどうにもならんぞと思ってタクシーのおっちゃんを捕まえて、タクシーのおっちゃんにここに行きたいんですって言ったら、そんなのわからんわって言われましてですねZ 西ビルって書いてあるんですけど、いやそんなんじゃわからんよって言われて、どうしようもないことになりました。なんとか郵便局の隣って言ったらそれだけで分かってくれました。では、時間も時間ですので最後の曲にしたいと思います。次もですね、本間さんやら大鳥さんやら渡辺さんが出られますので、しっかり楽しんで帰っていただければなと思っております。最後にこの曲を歌って、終わりたいと思います。ある若い夫婦に、20歳のですね若い夫婦に、書いた曲です。別にこう恋愛がものすごく得意とかですね、そういうことではないんですけれども、そういうことをいろいろ妄想してるんだなと思って聴いていただければなと思っております。最後にありがとうございました。インディゴという歌を聴いてください。一つずつ増えてく
かめないとしても抱き寄せられると海の匂いがしたどんな困難が押し寄せようとも添い遂げよう幾千もの夜を越えてあなたに会いに行く巡る季節の風に私の悲しみであなたの喜びは私の喜びに時に優しさを信じられずにいたそれでも私を待ち続けてくれた母の笑み
幸せにたどり着くものじゃなく二人で踏み出した足跡に溢れてる。これから始まる日々を大切な人たちへ答えてゆけるようにずっと二人であなたと二人でずっと二人であなたと二人で。ありがとうございました。